はい、今日は2008年11月11日、すべて一のオンリーワンの日です。今日は最高の日ですね。今朝も始まりました。MC 島のモーニングコンシェルジュでございますけども、今朝も明るい話題と、そして皆さんの質問で答えていきたいと思います。まず一つ目こちらです。本日の明るいニュースということなんですが、植物でしっかりシックハウスを浄化、ホルムアルデヒドを吸収する植物をなんと開発してくださいました。ありがとうございます。近畿大学の伊豆井教授と、京都大学の酒井教授らが開発したホルムアルデヒドを栄養源にする細菌の遺伝子を植物の中に組み込むことによって、なんとこの有害物質であるホルムアルデヒドをまあその部屋の中からね、除去してしまうなんていう、そんな植物が開発されたそうです。すごいですね。悩んでらっしゃる方たくさんいると思いますけども、そのうち観葉植物になるそうですから、期待していきましょう。続きまして、じゃん、質問コーナーでございます。今日はこちら。なんで島先生、先生になったんですかと、まあよく聞かれる質問なんで、ちょっとね、ビデオにしてみました。偉大なる勘違いです。これね。私の場合はですよ、まず一つ目、じゃーん。私は自分の行ってた高校が大っ嫌いだったんですね。管理教育バリバリでですね、もう先生が生徒を管理するってことで一生懸命でした。まあ今となってはね、その理由もわかるんですけども、当時はそれが大嫌いでした。で、まあ今の教育は腐ってんじゃないかなんていうふうに強烈に思ったんですね。で、続いてパン。もともと全然、まあ、大学入った時はなんかはそれ忘れてたんですけども、まあ、後半になってですね、自分が家庭教師やったり塾用の先生やったりした時に、島先生の教え方面白いとか分かりやすいなんて言ってくれる人がいて、心に火がついちゃったんですね。あ、そういえば今教育は間違ってると思ってたんだなんていうふうに思いました。それで採用試験、まあ、受けて、まあ、滑り込みね、補欠合格みたいな感じで受かったんですけども、中に入ってみるとね、実は、頑張ってる先生たくさんいたんですね。で、まあ、そんな先生に支えられて、まあ、新馬はだいぶ成長させていただいたわけなんですけど、まあ、偉大なる勘違いものすごく大事だなって私は思ってます。学生時代やなんかって本当に自分が何やりたいって分かんないですけど、目の前でね、もしかしたらこれかもしれないなって思ったら、それに対して突っ走る、もう行けるところまで行ってみるっていうのをやるのが、まあ、若者の特権でもあると思うんでね、ぜひそうしてもらいたいと思います。今日もですね、質問のコーナーで作ってまいりましたけども、もし皆さんの中で質問がありましたら、mc@shinma.jp の方まで、ご質問ください。それではまた明日お会いしましょう。さよなら。